はい、皆様おはようございます。6月の26日午前7時43分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、昨日の第2部の配信から、約どれくらいでしょうか、10時間ほどですかね、経ちまして、今日の第1部の配信をねさせていただこうと思います。今日はね、私ね、午前中ちょっと用事がありますので、早めの収録とさせていただきます。で、昨日のね夜ね、第2部でもお伝えした通り、今日のね朝、私の息子、調子がすこぶる良い、それはなぜかわかりますよね。昨日の第2部の配信を聞かれていた方であればわかるかなと思いますけれども、フォートナイトで、なんと5万円分課金をするという、私が悪いございます。私がね、自分の楽天銀行の口座と、あちらですよ、スイッチをね紐付けしていたまんまでございましたので、息子がねフォートナイトの課金を連打するというハプニングがございまして、私の携帯の通知にもうなんかすごい金額のね引き落としが5万円分ですね、ちょこ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 8000円5000円3000円8000円みたいなね、で最後に追い打ちをかけるように8800円のね課金で終了フィニッシュいたしました。よろしくお願いいたします。それで私の息子の調子がねすこぶるいいということで、今日もね第1部の配信、私の調子もすこぶる良い、息子の機嫌がいいと私の機嫌も調子良くなるということで、第1部の配信ね進めさせていただきたいと思っております。フィニッシュで8800円って何みたいなね、最後に大物持ってきたなと思いましたよ、私も。さすがにね、最後に来たなこいつと、大物持ってきやがったなと思いましたね。はい、さすがにそこで私も嫁に電話をして、何が起こってんのみたいなね形で言っております。ごめんなさいね、そういうハプニングがございまして、で今日の内容いきますよ。今日の内容ですね、昨日のハイライトということでお願いいたします。で今日の内容なんですけれども、まずねチャート分析がビットコイン、はい、そしてイーサリアム、そしてエーダコインでございますね。エーダコイン、そしてライトコイン、はい、そして IOST でございますね。 IOST、 そしてリスクでございますよ、リスク、はい、そして、チリーズですね、チリーズ、うん、そしてクアント、もうね強みたいな、強みたいな形ですね、クアント、はい、そして、最後締めくるのはソルでございます。ソル、ソル、はい。で重要ニュースが、お3つございます。お3つマングローブ様でございますので、皆様今日もね第1部の配信、ぜひともぜひともぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。3つのうち1つは海外のニュースで、お2つは日本から、先ほど出てきていたニュースでしたね、うん、あります、うん、ので、まあ気にかけてね、結構まあ面白いかなと。海外のニュースの方はね、またこれ両極端に、またもうね、もうコロコロ変わりすぎて、まあ困る、まあでもしょうがないですよね、うん、やっぱりいいニュースも入っていれば、ちょっと悪いニュースもまだ入ってきている。いいニュースで言えば、昨日のね、あちらでございますよ。エコミ。はい、OMI ね。あちらがほら、もうあれですよね。マーベルと提携を結びまして、そのニュースがやっぱりポン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 と入ってきてましたね。うん、入ってきてました。なんかそのマーベルの、なんていうんですか、キャラクターがね、こう手のひらこうでウィーってやってるような絵とかが入っておりまして、それがまあいいニュースでしょうかね。OMI、エコミに対するいいニュース。はい。そして、あとはやっぱり、あまりよろしくないニュースが、今のこの状況を見た場合のニュースということでございますね。よろしくお願いいたします。はい。気にかけておいていいのかなと思っております。はい、それではね、早速、行ってみたいと思います。行きますね。まあ私のね息子もね、うん、頭焦ったんでしょうね。怒ってはないですよ、私が基本的に悪いですからね。紐付けしたまんまにしておくなって話なんですけども、うん、楽しかったでしょうね。ね、ボタン押せば全てが変える、魔法のカードみたいなね形でございますけれども、はい、よろしくお願いいたします。すいませんね。で行きますよ。まず、ビットコインなんですけれども、ただいまの価格がですね、31,300ドル付近をね、推移しているような状況になっております。はい。で、日本円で352万円あたりでしょうか。はい。を推移していると。で、やっぱりね、見てください。まあ、昨日ね、第2部の配信でも言いましたように、やっぱりちょっとね、下落警戒、まあ、ちょっと値動きが激しくなるっていう警戒はね、一応動画の中ではね、しておきました。はい。しておきましたよね。で、もう今の状況を見ると、もう、このね、3日かけて上がってきた分、全フル戻し、ほぼフル戻しみたいな形で、また31,000ドル前半までね、まあ、3万ドル前半まで落ちてくるような展開。そして、4時間足レベルで見ていきましょうか。うん、やっぱりね、この短期のサポートラインでございますよ。うん、このラインをね、やっぱり、下に、割れて、しまってからの下落ですので、やっぱりこのラインは結構意識されていたのかなと。ある程度ね、パッパッと境目にもなっておりますしね、意識はされていたのかなと。そして、4時間足レベルでの MACD 戦も、デッドクロスをまたね、これを起こしてしまいました。なかなか難しい。なかなか上に上がろうとしても、やっぱりね、
わかりますよね。こう上に上がってきた途端に、今回のね大幅下落をやっぱり意識している方々が多いのか、まあ売りも入ってきて、まあタイミングよく本当にね、なんかびっくりするぐらいタイミングよくいろいろなこうわ悪いというか、なんかね節目となるようなものがポン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 と入ってくるんですよね。なんか重要なラインに差し掛かった時あたりとかね。ですからなんか雰囲気わかりますでしょ。なんかすごくこのライン抜けてほしいと、すごく重要なところに差し掛かったら、なんかあまり芳しくないニュースが流れてくるみたいなね形ですから、そういったまあ国レベルの話もそうですけれども、そういったところも加味するとね、やっぱりこうなんていうんですかね、まあ情報操作ってわけじゃないんですけど、やっぱりこう下げたい税もねいるのかなという感じもねしなくもないのかなっていうね、雰囲気やっぱりしておりますよ。まあ時期的なものもね、重なってたまたま重なっているっていうこともあると思いますけれども、まあそう見えてるだけかもしれませんけれどもね、なんかこうね わかりますでしょ。すごく重要なところに差し掛かると、もうまたはみたいな、あみたいな、で下に落ちてきて、またこうちょっといいニュースが流れてきてポンみたいな。ですから下げたくない税もいるし、下げたい税もいる、安く買いたい税もいるし、これ以上下げられると困るという税もいるしっていうね、こう今まあもう本当にメガクジラ様のね、まあいわゆる戦いみたいな形がね行われているのかなというね、あの雰囲気もしなくもないでございますので、まあいろいろなね金額の上下、ここはねやっぱり注意した方がいいですよ本当今はね。で、やっぱりそういったことを加味しても、やっぱり重要ラインを抜けるまでは、あとはねこう大きく落ちてきたとしても、もう完全にやっぱり落ち着きを取り戻して上昇に転じていく、まあそれは重要ラインを超えるということなんですけど、そのフェーズに行くまではやっぱりね落ち着いて見ていくっていうのはものすごく重要なことです。これは前も私言いましたけれども、私自身もわかります、本当に月単位、もう本当に2ヶ月3ヶ月レベルで検したりしたことも全然ありますしね、ありましたしね、はい。ですからあの相場師の方たちが、まあその方のねトレードの手法によると思うんですけども、相場師の方たちが全員が全員ねパン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 ね頻繁にやり取りしてるかって言ったら全然そんなことありませんから、はい。ですからなんか相場の中にいるとね、やり取りをもう常にしておかないといけないみたいな雰囲気もなんかしなくもないじゃないですか。ですけれども、やっぱりね静観すべきときはきちんと静観をして、待つときはやっぱり待つっていう方意外と多いですからね。ですからまあそんなに焦ってねやり取りする必要もまだ今はないよっていうことですよ。ですから重要なラインをね、例えばロング税であればね、上を目指している方であれば重要なラインをね突破してくれば、必ずね強い、相場、まあいわゆる強気相場のフェーズがね、再度やってきますから、そこで、またロングインをしていくとかね。ですから、多分待つ方とかであれば、この5万1000ドル抜ける、もしくはこの、わかります？ちょっとごめんなさいね、もう一回引きに戻しますよ。この高値を結んだラインですよ、ここ、このラインを 上に抜けるまでは全然堅するよって人全然余裕でいますからね。はい。ですから、まあ、入りたての方とかはね、なんか相場師って言ったら、もう常に、常にみたいな、はい。もうなんかやってるイメージがするか、まあ確かにポートフォリオの組み替えとかはやりますよ。やりますよ。ですけど、ほら、強く、ロングで例えば張っていくとか、ね。まあ、言っちゃうとわかりますかね。こう、ポートフォリオって要するに各通貨の比率をね、こう、変えたり、ちょっとこう、利確をしてみたり、あとは、ちょっと利益が出ているものとかね、ちょっと利確をして、今、ものすごく落ちているものにちょっと逆にこう仕込んでみたりとかして、こう、ポートフォリオの比率の組み替え的なものは行いますけど、頻繁にもう、買いみたいなね、こんなやり取りを常にしていたら、もう神経がね、マイナス100ぐらいになりますよ。はい。よろしくお願いいたします。ですから、まあ、剣のフェーズも当然あるんだよっていうこと、焦る必要ないんだよっていうことでございますよ。OK です。で、相場感がやっぱり変わるのはね、ちょっと引きで見ましたけど、このラインをやっぱりね、上に抜けてから変わってくる、もしくはやっぱりこの長期の移動平均線が追いついてきて、そこでの攻防がどうなっていくのか、そこでクリアしてくれば、要するに長期の移動平均線をねクリアしてくれば、また相場感が変わってくるっていう形に、ね、なるでしょうから、強気相場に突入した時に、もう強気に張っていくっていう形でございますよね。例えば FX とかであっても、上に上がっていって力強いね、いわゆるサポートオーラインが多分引けるでしょうから、またその段階になるとね、いわゆる押し目買いとかそういったラインが引けるでしょうから、そこでなるべく強めに張っていって、要するにちょっとレバレッジを高めにして、ある程度ね、枚数を多めに仕込んでいって、ちょっと大物を狙っていくみたいな感じ。今の状態だとやっぱりね、強みに張ったとしてもやっぱり押されるんですよ。もう押されるラインが明らかに上がね詰まりまくっていますので、どうせ上に行ったとしても戻り売りで押されて落ちてくるだろうというね、そっちの方がやっぱり意識として先行していきますので、なかなか強く勝負はできない。ですから、まあある程度ね、そういったフェーズっていうのも当然今後ね5年10年って見越していったら絶対的にまた出てきますから、ここはね忍耐のしどころでしょうということで、落ち着いてね相場を見ていきましょう。ある意味楽しんでいきましょう。こういう相場がどういった形で決着をしていくのか、そこは、本当に先ほどまあ、ちょっと冗談っぽく言いましたけど、神々の戦いという風にね、メガクジラ様同士の戦いでございますよ。売り勢もいるし買い勢もいるしと、そこの決着がどうやってついていくのかなっていうのをね見ていく、どういったことを起点として全てがこの流れとしてね終わっていくのかなっていうのを見ていく、そういったものはやっぱり今後をね考える上ですごく重要ですから、何を起点に雰囲気が変わるのかっていうのが意外と重要です。わかります？
何を起点に変わるのか、それがどういった例えば通貨だとかね、どういった事柄でこの雰囲気が一掃されていくのか、うん、これはね、この今の下落基調ですよ。これはやっぱり重要なことですから、うん、あのね、押さえておきましょう。ただ単にラインを上抜けして、上抜け、あのね、ラインをね、上に突破、ブレイクして、すべての、あの、いわゆる弱気相場が変わってくるかって言ったら、そうとも限らないですよ。何かのニュースをきっかけにガリッと変わってくる可能性もありますよね。それが一つ、エルサルバドルの件だったんですよ、実際問題。はい。ですけれども、そこまでインパクトがなかったでしょ。うん、ですから、じゃあ、この雰囲気を一掃するのは何なのか、そういった楽しみもね、できる。それが新興業界ですから。わかりました？ちょっとね、そういったところもね、楽しみの一つとして捉えておいてください。よろしくお願いしますよ。うん。ですからね、まあ、今、当然、資産がね、目減りしている形の方がね、やっぱり多いのかなと思いますけれども、いろいろ落ち着いて見ていけたり、うん、何が起点で変わっていくのかを考えれたりね、できれば、それはそれで一つね、相場の中に生きているものとしては楽しみの一つですし、うん、あとは資金が出てきたらね、安値で仕込めるっていう当然時期にもなりますから、まあ将来にね、こう期待を馳せて、うん、いろいろゴン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 とこうね、余裕が出てきたら仕込んでいけばいいんじゃないのかなという形がね、しております。はい。まあ本当にコメント欄でもありますよ。今最近もよく、マジでまだ上がってくれるなと。うん、ですから、やっぱりね、結構ね、ほら、普段働いてらっしゃるので、皆さん、働いてらっしゃる方が多分多いと思うので、うん、給料が出てきたりとかね、あいた、例えばボーナスの時期とかで、ちょっとこうね、まあまあ、フルぶち込みは、やっぱり怖いですから、やっぱりちょっと自分がね、こう仕込みたいなと思っている通貨に、こうちょっと例えばこう、あと資金を買って入れてみるとかね、現物ですよ、現物。うん。そういったことをしたいなと思ってらっしゃる方が、やっぱりまだ、全然いるのかなと。うん、ですからまだ上がってくれるなとね。で、こういった時にね、ぶち上がったりするんですよね。意外と、意外と。そうですよ。みんなが上がるなって思ってる時に、いいニュースがバーンって流れてきて、ダーンってね、相場感が一掃されてしまう。で、そういった時にいいですか？逆にそういった時に、イナゴになるのも悪いですからね。まずいですからね。うん、いいですか？イナゴにガーッと上がってきて、イナゴになるのはまずい。で、一旦落ち着いてきますから、どの道強気相場に入ってきたとしても、一旦落ち着いてきてからの、重要ラインに差し掛かって、ロングインをして、いわゆる現物をね、例えば、買って、上昇を狙って、利確していって、徐々に増やしていくとかね、そういった形で仕上げていくもよしでございましょう。うん、飛び乗りはなかなか危険でございますから、そこはね、そこで落ち着いていきましょう。とにかく心のね、心のゆとりが重要。まあ、心の、こう、余裕が重要ということですね。ですから、皆様ももしね、お子様がいらっしゃって、例えば、フォートナイトでね、課金を5万円されたとしても、されたとしても、笑顔で対応。これよろしくお願いいたしますよ。よろしくお願いいたします。まあ、しょうがない。自分が悪いと。ね、楽しかったかと息子言うとね、楽しかったか君はボタンを押しまくって、いろいろが、ものが変えてのね、ニコニコしておりました。小学校1年生ということでね、まだ現実が分かっていないと。だって押したら変えたんだもんって言いましたからね。まあ、それ変えるだろうつってね。ごめんなさい、ごめんなさい。で、ごめんなさい、ごめんなさい。で、行きますよ。うん。あとは、まあ、直近での話なんですけれども、ごめんなさいね。サンゾンがね、やっぱりテレグラムの方でも、まあ、コメントも私見ております。うん。やっぱりサンゾンをね、意識されている方がいるのかなと、私も、やっぱり思いました。うん。サンゾンが、ほら、こう、形成されていますでしょ。この、おそらくフェーズで言ってると思うんですけども、サンゾン形成、このね、4時間足レベルでの6月の、初旬、初め、ぐらいからサンゾン形成をしているのかな。それが意識されているかなと。ということは、黄色いライン。まあ、どうでしょうかね。この、やっぱりそうね、この28,600ドル、このヒゲをつけた部分、ここをやっぱり割れ込んでしまうと、とにかく、うん、2万ドル前半までジュジュッと落ちてくる可能性がまだ依然として、うん、残されておりますし、あとは冷やしレベルでもね、大きいサンゾンがね、やっぱり意識されている可能性が、うん、まだまだあるでしょうから、そこは注意。ちょっと見るだけ見ておきましょうかね。こういった形です。うん、やっぱり、三尊がね、こう、作られて意識されているのかな、ということでございます。ですから、まだそのフェーズはね、出していないということでございます。OK ですか？で、あとは、うん、矢印がありました、ありました。あとはですね、1時間足レベルでちょっと見ていきましょうかね。どういった形で。まあ、6月ももうすぐ終わりますから、そこにめがけてね、どういった形で、7月、つまり第3クォーターの一発目、がどういった形でスタートしていくのか。ここはやっぱり見物でしょうからね、楽しみながら行きたいと。あとはやっぱり年末にかけて、もう皆さん早いですね、本当にね。1月のね、このビッグウェーブ、ね、大相場があって、で、この下落を経験してと、うん、で、なんだかんだね、相場のこと考えていると、もう7月夏ですよ、もう皆さん。うん、早いな、もう梅雨もね、終わっていくんですか、もうそろそろね。で、もうみんなが大好きな夏が来てね、今年はやっぱりこう、やっぱり、ね、海とか行ったり、まあ、あと川で遊びに行ったりね、まあ、なかなか外泊、まあまあ、いわゆる海外旅行とかね、あと、ちょっと旅行にね、行くのは、ちょっとまだまだもうちょっと難しいのかもしれませんけれども、うん、ここがね、ある程度こう、一掃されて、雰囲気がね、わかりますよね、雰囲気が一掃されて、楽しくね、皆さんが今、頑張ってね、こう、相場の中で生きて、いこうとしていらっしゃいますよ。前々からいらっしゃる方はね、もう今からまた継続して、まあ、相場の中で生きていくんでしょうけれども、新しく入られた方もね、また今後何年間かかけて、まあ、生きていくんでしょう。で、その時にね、やっぱり来たるべき時に稼いだお金でね、やっぱりこう、皆さんで家族でね、海外旅行に行ったりですよ。そういったことを、やっぱり期待にね、まあ、胸を膨らまして、ちょっと今は、やっぱり頑張り時だなと、ね、仕込み時だな、という形でね、捉えておくのが、まあ、今後の未来を向けての投資という意味で、いい形でね、見ていけるのかな。
なと思いますので、あまりね直近直近ばっかり見るとちょっとカリカリカリってしちゃいますからね。そういった楽しいことも思い浮かべながら、うん、まあもう今年も本当にさっき言いましたけど7月入りますでしょ、もう年末ですよ皆さん、もう早いなーとね、もう今年も終わってしまうという形、まあまだ年中なんですけれどもね、あとまだ残された期間、うん、今年ね何ができるかなと私もいろいろ考えますけれども、うん、ちょっとねもう一発二発ぐらい大きな流れがね来てもおかしくないんじゃないのかなという雰囲気はね、しております。残された今年の期間ですよ、残された期間を考えるとね。で来年でまたちょっとさらに落ち着いてきて、また半減期が走行しているうちに、うん、あと3年後ですかぐらいにまたやってきますよ、2024年あたりにね。またそこで、うん、今高校生ぐらいの子たちが、うん、高校生ぐらいの子たちがねやっぱり成人をして、大人になって、その頃になったら多分ね、あと3年後ですよ、やっぱり国内の取引所であるとか、ああいったところもねいろいろこう取扱い通貨も変わってるでしょうし、いろいろな面がまた変化してきていると思います、うん、でその時に今ねいらっしゃる方が、まあある意味ベテランとしてね、まあもしかしたら YouTube をね私みたいにやってるかもしれませんよ、はい、やってるかもしれません、はい、私のライバルとしてねやってるかもしれませんよ、よろしくお願いしますね、お手柔らかによろしくお願いいたします。その時はねお互い情報交換しましょうよろしくお願いね、よろしくお願いしますよ、はい。でまあそういった形でね、刻一刻と時代が変わっていっている、うん、金融変革の年初、初めの初年度っていう感じでしょうか、金融変革のね初めっていう風にねやっぱり言われておりますので、今からいろいろなことが変わっていく、うん、そこをねこうまあ先ほども言いましたように、こう未来を見ながらね、行っていきましょう。そしたらねちょっとずつ面白くなっていきますからね、いろいろ変わってきます、はい、よろしくお願いします。ごめんなさいね、またごたくを並べやがってと、ごめんなさいごめんなさい。そして、行きますよ、今のこの状況やっぱりさっき言いましたように、このねサポートラインを下割れね、下に割れてしまったので、うん、やっぱりズルズルと落ちてきましたね。ここ割れてしまうとやっぱりズルズルと落ちてくるでしょうという風に昨日の配信でも言ってました通り、落ちてきましたね、うん、で、うん、この一回ね、がガンとぶち上がって、やっぱりね移動平均線短期と中期がねゴールデンクロスを起こしたんですけれども、もう一回デッドクロスをねちょっと起こして、やっぱり3万500ドル、この黄色いライン付近まではねちょっと落ちてくるのかなっていう雰囲気はしております。でも今こうグッとねもし落ちてきたとしたら、いいですか、この高値をね結んだラインを考えているぜ、この高値を結んだラインをいわゆるねちょっとこう守りたいぜ、下にね割れて欲しくないぜと、この黄色いラインをね下に割れて欲しくないぜのダブルで、うん、買いがちょっと入ってくる可能性がありますので、ちょっと上昇ね、まあ、反発には期待できるかなということでございます。 OK ですか、ですからまあ直近としたらそこがね言えるかなと、今から落ちてきて、まあこの黄色いラインでの今の状態であればある程度ちょっと反発は見ていけるかなと思いますので、そこはね、ちょっと期待感を持っていきましょう。ただまあ今はねまだもう静観フェイス、本当にちょっと今まただら下げしておりますので、ズルズルとねこの黄色いラインも割れ込んでしまって、もしここ黄色今の状態で黄色いラインを割れると、やっぱりこの高値を結んだライン、ここをね守りたい勢もやっぱりこう打ち破られてしまいますから、ずるっとねもう一回、うん、このヒゲ付近まで、つまり2万8000ドル付近まで落ちてくる可能性が余裕でありますから、そこは今日注意しておきましょう。やっぱりねこの流れ覚えておきましょうね、いいですか。先週もそうだったでしょ、週末はちょっと弱い、週末は今まだ弱いです、 OK です。ですからここ注意しておきましょう、週末は弱いということで意識でお願いいたします。ですからまた今週末ねどういった形で乗り切るのか、うん、見ていきましょうと。で上に関して言うと、やっぱりこのね安値を切り上げたこのラインサポートラインと、あとは移動平均線の森が密集しているので、ちょっとやっぱりまた上値が重いです、重いです、うん、でとにかく上昇はこのね34,600ドルを超えたとしても上がりきらなかったので、36,000ドルですね、36,000ドルを抜けてからの上昇が待っているでしょうから、ちょっとそこまではね待っておいてもいいかもなと。で時間軸的にごめんなさい、もうちょっといきますよ、ビットコイン大事ですからね、うん、4時間足レベルですね。ごめんなさい、ごめんなさい。時間軸的に行くとですね、この長期の移動平均線が、赤いやつがですよ、ぐーっと下に落ちてくればいいかなと思っております。ですから、一旦落としてもらっても全然構わないと。うん。そこ28,600ドルで、そこね、ここまでもう一回到達して反発してきてもいいかなと思っております。なんでか、長期の移動平均線が、この青いラインぐらいに被ってきたぐらいでね、トライしていってもいいかなと思います。そうすれば、ブレイクしていけばね、2本ともガーンと破りますから、強い上昇がね、待っている可能性もあるということでね、見ていきましょうと。あとは、そうです。まあ、それぐらいでしょうかね、うん、見ていけるのはね、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと下下落には注意でいきましょう。次ですね、いきます。こちらポチッとな、はい、皆様間違えました、はい、ビッツコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。キモお願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いいたします。クイーン様でございます。はい。クイーン様ね、イーサリアム。ただいまの価格が1815ドル。日本円で20万3000円付近をね、推移しているような状況になっております。ちょっとこう、サカサカ行きましょうかね。で、まあ、依然としてイーサリアム、やっぱりね、下落チャンネルの、わかります?下落の平行チャンネルの抽選ラインよりもね、下側でこう、今もずーっと推移しているような状況ですので、やっぱり弱いです。弱い。はい。弱いですね。ですから、ビットコインがやっぱり
3万ドル、3万500ドル、黄色いラインをね、チャレンジする状態になれば、まあ下をね、掘るような形になれば、イーサリアムに関しても1700ドル付近をね、もう一回試しに来るんじゃないのかなと、割れて試しに来るでしょうというふうにね、今の雰囲気としては思います。 OK ですか。ですけれども1700ドルにね、この黄色いラインです、うん、に到達した場合、まあ1723ドル、1700ドルぐらいでしょうかね、到達した場合はある程度長期保有目的の、まあ現物としてね、購入していってもいいのかなという感じをねしております。これはまあ依然として変わらずです、うん、であとはまあ反発をねちょっとこう狙って、まあイーサリアムに関しては反発してきて、やっぱり下落チャンネル内にちゃんとパッとね戻ってきてますので、ここでの反発を狙ってね、ちょっと、1700ドルぐらいで、さっきも言いましたように、現物なら現物、短期ね、 FX なら FX である程度差し値を置いておけば、反発でちょっとね200ドルぐらい、200ドルからまあ300ドルはいかないとしても、1万円あたり200ドルぐらい、狙っていけるかなと思いますので、もしね黄色いラインをもう下割れして、やっぱりこの前回つけたこのヒゲの安値ね、ここを割れ込んでしまった場合はもう損切りをしていくのがベストでしょうと。ですから1700ドルぐらいで、差し値を置いておいて、まあそうですね、でもここ安値が1698ですからね、まあ1700ドルで、握っていただいてからの、まあちょっと余力を持たして1000どうでしょうか、まあ1650ドルとか、そこら辺を割り込んだら損切りをちょっとしていくとかね、またヒゲでポーンって戻ってくるかもしれないですし、まあそういったね細かいやり取りが嫌だよという方であれば、どうでしょうか、1700ドルで握っていただいて、もうすぐ20ドル30幅ドルぐらいで落ちてきたらもうすぐ損切ると、そこから跳ね返ってきてもそれもちょっとしょうがないかなということでね、やっぱり落ちてくるんであれば1500ドルぐらいまでやっぱり下落してくる可能性が当然ありますからね、そこはね注意をして見ていきましょうということでお願いいたします。はい。で、上昇に関してはこれも簡単、これ簡単です。とにかく今をサポートとしてね、もう一回この抽選ライン、ですからドルベースで行くならば、抽選を考えると今のフェーズで行くと、まあちょうど2000ドルぐらいですよ本当に、2000ドルぐらいをね突破できるかどうか、ここに注目をしていきましょう。突破できればとにかく下落チャンネルの抽選よりも上側でもう一回次はね推移してきてくれるような形が出てくるでしょう。そしてこのね高値を結んだラインをブレイクして上をガンと狙ってきてほしい。まあ上昇を狙うんであればいいですか、本ちゃんの FX 並びに短期勝負を狙うんであれば2200ドルですね、青いラインを抜けてから入っていくのがベストかなという感じがねしております。はい。まあそれぐらいでしょうかね、イーサリアムに関してはね。ちょっとビットコインに釣られて下落してくる可能性がありますので、そこは要注意で見ていきましょう。お願いいたします。今とにかくどの通貨も結構相関性がまた出てきてますからね、注意でお願いいたします。はい。ビットコインに注目、とにかく。はい。で、いきます。次はですね、いきますよ。皆様の大好きなアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。パワーお願いいたします。いきます。筋肉くんをぶち込む、お願いいたします。はーい。だこに別にふざけ毎回笑いますよ。ふざけてるわけじゃないですよ。いや、ふざけてるんですけど、ふざけてるわけじゃない。やっぱりね面白くないと聞く側もね、はい、出たこいつみたいなね、うぜーと思ったらもうバットボタンで全然構いません。よろしくお願いいたします。はい。で、いきます。だコインですね、体のなんですけれども、やっぱりね、他のまあビットコインの、まあ確かにね、今ね下落チャンネル内を推移しているんですけれども、広い目で全体目線で見ると強いですよ。そらこれは、だって下落率考えたらやっぱり強いですよねって、別に煽ってないですよ。買い煽り全然してないですから。まあ気になった方はね、落ちてきてからの現物の仕込み、まあここはね一行していってもいいんじゃないのか、まあ考えていってもいいんじゃないのかなと。で、例えば最下端の 0.7 ドルぐらい、ここまで落ちてきたら、ちょっとね現物買いを考えてもいいかなってね、思いますよ。もうもしほら今の段階で全然買われてらっしゃらない方ってコメントでもありましたけど、イーサリアムめっちゃ押してるじゃないですか僕。はい。私ね、イーサリアムありえないぐらい押してるでしょ。これはやっぱり今後の仮想通貨のね技術的な未来を作っていくものだから、まあ押しまくっているんですよね。まあイーサリアム消えることもないでしょうし、やっぱり安定的にね上がっていくだろうと言って、ここは押させてくださいと。買い煽りとかじゃないんですけど、本当に余力があったら買っていってもいいんじゃないですかって思っております、私自身がね。はい、ごめんなさいね。で、ADA コインに関して、で、その時にそこまで結構私が押してるけど、もうねここまで買ってないというコメントもありました。もう買ってないから多分買うことはないでしょうみたいなね。それはそれで OK と思うね。やっぱりほら、やっぱり投資っていうのはご自身で考えて、どれに期待をね持っていくかっていうのを考えるのが楽しい。これも醍醐味の一つですよ。やっぱりね、最近は私も知ってます。はい、いろいろなニュースね、あちらのコインでございますよ。まあコイン名はいいですよね、ジャスミーですよね。あちらのね、まあニュース絡みでいろいろなことが、まあ今ね巷で騒がれているんですか、仮想通貨業界の中ではね、知っておりますよ。まあね、なんて言うんでしょうかね、
やっぱり入りたての方とかはね、やっぱりほら何もわかんないからね、わかんないんですよね。もしあれが、まあ、言っちゃっていいんですか、まあ、詐欺的なもしね、気持ちであれやっているとしたら、もう完全に許せないですね。もう完全に、はい。もうね、本当に、許せないとかいう、そういうレベルじゃないですよ。これはね、コメントでも私、視聴者様から来まして、動画の中でね。やっぱり送りましたけれども、人様がね、ね、一生懸命ね、働いて稼いだ金を、真面目に何だと思ってんだろうと。で、やっぱりね、こうね、まあ、有料ノートが、あれ、こう、ちょっとこう、いけないっていう形になってたんで、やっぱりほら、コインですから、まあ、通貨ですからね、で、新興業界でしょ。落ちてくるものはしょうがないとは思うんですよ。これはまあ、100歩譲ってです。100歩譲って、やっぱり、紹介したものが、やっぱり落ちてくるっていうのは、これまあ、しかもほら、今、ビットコインのね、基調もありますし、ちょっと、あとほら、なんていうんですか、プロジェクトがね、例えばしっかりしているのに落ちてくるっていうのは、これ今の気象もね、重なって落ちてくるっていうのは、これしょうがないことだと、私自身は思ってるんですよ。まあ、もしね、そうですね、私自身は思ってるんですよ。ですけど、もしそれが、裏とね、裏で何かしら結託をしていて、例えば本当にね、人様のお金をね、騙し取るようなこと、これはないだろうと。これはダメですよね。ハット、ごハットどころじゃないですよ、これは。うん。で、しかも結構な、まあ、金額はあえてね、ちょっと伏せますけど、結構な高額でね、提供していたということで、ちょっとこれは笑えないですよね。うん。だって、ね、もう、何考えて、いや、わかんないですよ。いや、真相はわかんないです。本当に、ね、例えば本当に詐欺的なことをね、意識してやっていたのか、もしくは、どこかしらと結託をして、本当に初めから騙すつもりで、まあ、ノートって言うんですか？まあ、あれ、まあ、私はほら、YouTube をやり始めたばっかりなので、ノートとかちょっと、ごめんなさい、ちょっと知らないんですけど、うん。まあ、なんかこう、有料でこうね、提供するみたいな、言っていいです。無料で見れるからいいんじゃないんですか？ YouTube って。え、違うんですかね？無料で、ね、だってこっちが勝手に、私が勝手に、っていうか、YouTuber側が勝手に配信してるわけじゃないですか。まあ、勝手にって言ったらあれですけど、ね。で、それを見て楽しんでいただける。そういうコンテンツでしょ？実際問題、YouTube って。っていうふうに私のイメージではあるんですけど、間違ってたらすいません。ですから、無料でいい情報をゲットできる。無料で勉強できる。無料でいろいろなことが楽しめる。それが YouTube の元なんじゃないのかな、というふうに感じますので、すいませんね。こういったふうに言ってるんですけど、広告だけは、広告だけはすいません。本当に。働き量としてすいません。そこだけはごめんなさい。広告実はね、最近ね、入りたての方知らないかもしれませんけど、私ツイッターでやらさせていただいてまして、これね、アンケート取ったんですよ。広告つけていいですかみたいな、1000名突破した後にね、やっぱり悩んでたんですよ。で、やっぱりほら、1日ね、多い時で5、6時間ぐらい YouTube でやってるんですよね。6時間ぐらいですかね。うん。だって、2部配信してますから、収録時間が1時間半ぐらいで、アップロードしてちょっと編集加えてね、ちょっと音楽をつけてとか、ああいったことをやってると、だいたいね、1回動画上げるのに2時間半から3時間ぐらいかかるんですよ。今現状として。うん。ですから、1日2部配信してますので、1日ね、6時間はね、だいたい YouTube で、だいたい時間を費やしているっていう感じなんです。時間を費やしている。うん。まあ、取られるというよりもは、私が好きでやってますからね、基本的に。うん。ですから、費やしているという状況。そこのね、一応、まあ、労働力って言っていいんですか？まあ、楽しくやっているんですけど、そこだけはね、すいません、本当に勘弁してもらっていいですか？で、だから、それ以外の部分でね、なんかこう、うん、その、有料的なノートを置く、なんか、ちょっとここがね、私はよくわかんないんですけども、ごめんなさいね。まあ、あまり突っ込んだ話をするとね、これはこれでまたね、批判が出てくる可能性もありますから、まあ、ここら辺で押さえておきますけれども、まあ、それがね、結論言うと、もし本当に皆様を騙すつもりで、あれをやっていたんだったら、本当にね、まあ、言っちゃっていいです。人間のクズですね。ガチでクズ。うん、本当に、これはね、膝つき合わせてね、話し合いたいぐらいのクズですね。はい。それぐらいの人がね、まあ、まだね、はっきり言いますけど、仮想通貨業界のね、中に横行しているんだなと。もうね、ほんとね、いやいや、もうそんなことをね、したあんた、アホなんじゃないかと思いますけれども、うん、まあ、なんていうんですか、まあまあ、あまりね、突っ込んだこと言うのもあれでしょうから、まあ、今どういった形でね、進展するのかはわかりませんけれども、まあわかりませんけれどもね、まあもしね、ほんと今、私のチャンネルを聞かれている、まあこのね、宇宙戦艦ビットマン TV 号にね、乗船をされていらっしゃる方で、まあもしね、あれ、関わっているんだったらね、ちょっとね、ちょっと本当に、なんかこう、気持ち的には寄り添いたいんですけれどもね、やっぱりね、ちょっと許せない。もしそれが本当に、騙すつもりでやっていたんだったら本当に許せないですね。私の前に連れてきたら、げんこつします。げんこつ案件でございます。まあ本当にね、払ってらっしゃった方、ね、許せない。だって、あれを見て信じて、まあ、なかなかね、その元が有料でしょ？ちょっとそこはね、というね、有料でお金取っていてみたいな。ちょっとそこはね、っていう感じなんですけど、うん。まあまあ、いろいろね、感じ。まあ、私もほら、なんていうんですか、新通貨のね、これも、昨日、おとといも言いましたけど、いろいろね、通貨を紹介して、やっぱりそれがね、下がってきているものもありますよ、それは。うん、まあ、そこに対しては、本当に皆さんにね、紹介するタイミングもミスったなとね、と思います。うん。やっぱりそれは、発信する側としてね、申し訳ないことしたなと思います。
まあ、まあ、それは当然ですよ。当然ですよ。ですけど、まあ、なんていうんですかね。まあ、そこもね、こう、結局、ジレンマがあるというか、まあ、でも、この気象で、ちょっと落ちるのもしょうがないっていう部分もあるなと思いながらね。まあ、そういった意味も含めて、やっぱりね、まあ、投資はほら、自己責任っていう言葉があるじゃないですか。まあ、そこのね、一言に全てを集約するのも、私自身ね、やっぱりどうかなとも思うんですよ。それもなんかね、自分の中ですごい葛藤があるんですよ。わかります？なんかこれ言ってる意味。ですから、もし、皆さんが YouTube を例えばやられていてね、なんかいろんなものを紹介するじゃないですか。それが下がってきていると。で、そこに対して、紹介したのに自己責任でっていうのも、なんか自分の中で、なんか嫌な気持ちもする。だから私も皆さんと一緒に、まあ、当然紹介する、上に置いたね、私自身がいいと思ってますから、当然購入もしてますし、はい。だから、なんかそこに対するすごいね、またこうね、投資は自己責任でお願いいたしますっていうのも確かにわかるんです。やっぱ言わないとっていうのもわかるんですけども、そこを言うのもなんかね、なんか皆さんの気持ちをわかります。ズバーって切ってるような気持ちもするんですよね。うん。なんか紹介するだけ仕上がってみたいな感じでやっぱ思ったりする方もいるじゃないですか。うん。だからそこに対するすごいジレンマがあるんですけども、なかなかこう言いづらいですけども、まあ結論を言うとやっぱりね、これほら、昨日、一昨日も言いましたけども、実際自分で稼いだお金でしょ？稼いだお金。だから、アドバイスとして言いますよ。アドバイス。すごく重要。ね。すごく重要。ね。実際自分で稼いだお金を入れるんです。そこは絶対忘れないでください。そこは絶対忘れちゃダメです。OK です。絶対忘れちゃダメですよ。自分で稼いだお金を入れるんです。ですから、もし私が紹介した通貨とかもいいです。もうちょっと自分でね、ちょっと吟味して調べてみるっていう、自分で調べを入れるってね。だから、ファーストアクションは私が起こします。だって、皆さんが知らない通貨を紹介したりもしますから。そこで、大枠が何遍も言いますよ。5分ぐらいでどういった通貨かが分かる、ある程度バックについているものも分かる、今後どういった流れになりそうかなという私のね、見解も分かるということで、それを踏まえて大体こう自分でねちょっと調べてみてどういったものかと、でそこでゴーサインが自分の気持ちの中で出てきたらちょっと入れていきましょうという感じです。これが一つのアドバイス。やっぱりそういった意味で言うとね、自分で考えて行動を起こすっていうのが重要ですから、一つの話だけ聞いて全てをそれを信じてねポン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 やっちゃうと、こういったことがやっぱり起こりかねないので、こういったねこのジャスミーみたいな件もね、まあこれ詐欺かどうかは分かりませんよ。分かりません。実際まだ闇の中、まだ分かりません。うん。ですけれども、明らかにそれはなるでしょうね。もし裁判とかになればね。なると思いますけれども。うん。まあ、私のアドバイスとしたら、皆さんが入れるお金は皆さんが一生懸命働いて稼いだお金。それを、入れるか入れないか、ちゃんと吟味してやっぱ考えた方がいいってこと。人の話ばっかりに乗って、何も考えずにポン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 入れるのは、ちょっと注意をね、しておいた方がいいですよと。で、私が紹介するものに関しては、そういったね、ちょっと危ない橋系は、ないでしょうと。一応、これは前も言いましたけれども、まあ、2、3年前ぐらいからね、プロジェクトがまあ、動いておって、まあ、あとは開発もね、ある程度、進んでいる。まあ、ある程度そこら辺が担保されている。あとはもしくは出資しているところが、結構かなり注目、でかい、大きい。あとは国単位である程度関わっているとかね、いう形でしょうか。で、あとはほら、まあ、プロジェクトとしっかりしているって言えば、もうちゃんとプラットフォームもしっかり作られていて、ある程度今日基盤が今からできてきそうとかね、まあそういったことでございましょうよ。そういったものをね、基本的には扱っていきますので、まあそこに対してはね、安心してある程度見ていってもいいのかなという感じがね、しております。ですからちょっと危ない系、まあいろいろあります。本当に、ほら、武将系コインって言われる信長とかね、あと家康とか、一時ちょっと前、話に上がってましたよね。こういったコインも、やっぱりね、話題性として取り上げて、でも、新通貨のご紹介として入れるのは、やっぱりちょっとね、私の見解としたら、ちょっとまだ分からない部分も大きすぎますもんね、あれもね。ですから、分かんない部分というか、ちょっとギャンブル性が強すぎるのかなって思うんですよ。まあ、今、新興業界だから、どの通貨もギャンブル性が高いだろうって言われればね、それまでなんですけども、ちょっとそこのギャンブル性の比率が高いような気もしますので、ちょっと新通貨のご紹介ではやっぱり入れない。だってそれ見て何も知らずに買う方もいらっしゃるでしょ？多分ね。ですから、ちょっとそこの危険性はちょっとね、発信する側としては今というかまあ普通に犯せないかなと思いますので、やっぱりこう紹介はしづらい。ただ、話のネタとしてね、合間合間に入れていくことはあるかもしれません。はい、これ、家康とかそういったコインがありますよとね。で、まあ、その時は当然、事実のみをお伝えします。うん、今話が上がっているのはこうと。で、こういう通貨でございますよと。で、まあそうですね、事実だけをまあ述べると。で、そこに対するね、そういうことでございますよね。ですからまあ、今後もね、その方針はぶれないのかなという感じです。ですから、まあ、いろいろね、話はいただきます。コメント等でもね、これをどうですか？これ扱ってくださいと。まあ、そこに関してはちょっと時間がかかるかもしれませんけれども、話の合間合間にね、まあ入れていこうかなと思っておりますので、新通貨のご紹介では扱わないかもしれませんけれども、もしね、プロジェクトがきちんと動いて、きちんとね、バックもちゃんとしたものがついている。で、安心したものとして、私自身がね、ある程度こう、私自身のね、まあ、個人の見解にもそこはよるんでしょうけれども、ある程度紹介してもね、今後、未来に繋がっていくような通貨かなって思うものに関しては、消えることもなさそうだなとね、
そういったものに関しては、やっぱり紹介させていこうかなと思いますので、今後ともね、そのスタンスでいきますので、ぜひともね、お願いいたします。で、まあまあまあ、ジャスミンの話の、になりましたけれども、まあ、そうですよね。横行して、まあ、なんでこういった話にちょっとずれ込んでいったのか。まあ、とにかく総合して言えるのは、新興業界ですから、いいですか？いろいろなそういったね、騙す系まがいのね、話もやっぱり出てくると思うんです、今後も。あると思います。ですから、いいですか？そこに対する体制もやっぱりつけていかないといけない。2017年あたりからいる方であれば、2017年、もう前からいる方であればね、結構、このジャスミンの件に関しては、その、例えば、あの方ですよね。あの方が、ジャスミンじゃないですよ。あの方が、この売っていたもの、ね、の件に関しては、ちょっとね、まあまあ、そういった話には乗らなかった方も多かったのかなと思います。逆に。だって2017とか2016あたりからいらっしゃる方は、もう、このね、もう何年間か前から続いている、このずっと続いている、もう暗黒時代からずっと生き残っているので、で、ICO バブルとかね、ICO 詐欺とかも流行ったことがあるんですよ。そこを乗り越えた方々ですので、もうこんな話には乗らねえよって言ってね、もうそんなのはいい、みたいな。もう自分でいろんなこと調べて、ある程度、本当に情報収集としての YouTube として活用、している方が多いのかなと思いますので、自分である程度こうね、吟味して考えられるっていうことがね、できている方が多いのかなと思います。2017年あたりからいらっしゃる方。でも、今年から入られた方はね、だってそんなこと全然知らないですもんね。ですから、まあ、ちょっと注意はね、しておきましょうと。だって、もともと無料のものをなんで有料で情報配信しないといけない。無料ですからね、はっきり言って。もともと、その情報の出どころもね、ですから、そこはちょっと思いますよ、というね、ことでございます。わかります？だって、ね、その方が通貨を作ったとかじゃないでしょ。だってもともと、その通貨を、の情報っていうのは無料で配信されてるはずですもんね。例えばこのエーダコインがどういうコインだ。エーダコインが今後どういった流れになる。エーダコインの今後のビジョンはこうなっているみたいなね。そういったものって有料でだって海外のニュースでも流れてるじゃないですか。それを一つにまとめてね、こう、その情報を有料でって、みたいな。どういうことみたいな。どういうことなんだろうみたいなね。まあ、ちょっとそれはちょっと思いますけれどもね。あと、ごめんなさいね。もしそれが、こけた時のことを考えなかったのかなということも思います。はい、申し訳ない。また話長くなりますけれどもね。わかります？言ってる意味。だって皆さんが、もしね、同じようなことをする場合ですよ。あの方とね。それをじゃあ有料で、はい、渡しますよと。もしそのプロジェクトが全て頓挫したら、これわかりますよね。その考えなんで至らなかったのかなと。そんな危険な橋を渡る必要ある。だから、それがあったから、もともと騙すつもりでやってたんじゃないかって多分言われているんでしょうかね。多分ね。なんか、な気がします。わかります。ですから、なんかそんな感じもするかなと。だから、だってね、普通にやる側としたら、情報提供する側としたら、そういったものを有料でね、皆さんにっていうふうにね、公開しますっていうふうにすると、それが頓挫した時のね、やばさって言ったら多分これないですよ。普通にやばいと思いますからね、頓挫した時。まあでも、だからそっちの方ですよ。だから詐欺とかそういうことね、あの通貨がね、まずい。だから、わかりますね。じゃあ、まあ、あまり、名前を出しすぎるのもあれですけども、あのコインが、ね、もともと、そういった騙すつもりで作っていたとかじゃなかったとしても、頓挫する可能性だってあるわけじゃないですか。それはゼロじゃないじゃないですか。だから、そうなった時の危険性を考えなかったのかなって思います。有料で渡すってことはね。ちょっとそれがね、思いました。それは、自己責任ですよってひっくるめようとしたのかなと、ちょっとそこもね、疑問。だから、自己責任という言葉もね、ちょっと怖いっていうことでございますよ。自己責任。まあ、丸投げ感がちょっとやっぱ強いですもんね。まあ、わかります。まあ、言わないといけない。まずいっていうのはわかります。配信して私もわかります。配信している側としたら、やっぱりそれはある意味リスクヘッジってことでしょうか。その言葉一つがね、それはわかります。まあ、全然重々承知しております。はい。ですから、まあ、なんて言うんでしょうかね。まあ、そういったものをね、後々、やっぱり考えると、なんですか、自分で、やっぱり吟味して、自分で考えてね、発信はしますから、こっちで、ファーストアクションはね、そこをちょっと調べていくっていうね、もうワンクッション置いて、ちょっと考えて吟味してみてください。これはちょっとこうね、おすすめというか、やっぱり、業界に長く生きていく上においては、やっぱりやるべきことの一つなのかなという感じはね、いたします。よろしくお願いしますね。ごめんなさいね、また話が長えな、親父と。ごめんなさい。ちょっと逆さがいきますね。まあ、ちょっとこう、そういった形で、またね、進展がありましたら、まあ、どういった形で決着するかわかりませんけれども、ちょっと私なりの見解をね、まあ、ちょっと行こうかなと思います。はい、申し訳ございません。よろしくお願いします。はい。広告だけはすいません。本当にごめんなさいね。まあ、6時間の、まあ、対価というわけじゃないんでしょうけども、まあ、ここら辺が許容してやると、ごめんなさい。それぐらいの寛大な気持ちでお願いいたします。すいません。本当に申し訳ございません。もうこの場でを借りて言わさせてください。すいません。お願いいたします。はい。で、いきますよ。エーダコインですね。まあ、ちょっとごめんなさい。簡単にいきますね。まあ、私がね、こう言っておりましたよ。下落チャンネルを推移していて、やっぱりね、ここですよね。抽選ラインを突破したあたりで言いましたね。ちょっとこう、この上端、この上端ね、焼肉じゃないんですよ。ごめんなさいね。滑りましたね、今ね。この上をね、やっぱり狙っていくんじゃないんでしょうか。1.43 ドルって言ってたんですけど、1.43 ドル。ちょっと届かなかったです。1.4 ドルぐらいで止まりましたかね。1.4 ドルぐらいで、ちょっと止まったかなと思うので、ちょっと届かなかったかなと。ですからもうね、1.43 ドルって言ったんですけど、ちょっと低めに言っておけばよかったなと。
ちょっと思ってね、ちょっと後悔しております、私自身がね。うん。まあ、私自身も 1.43 で、行くだろうと思ってね、1.43 で差しね、ちょっと短期勝負でね、これ抽選超えたので、ちょっとお小遣い稼ぎしようかなと思って、割れたらまあ逃げようかなと思っていたんですけど、うん。1.43 でね、一応利確ポイント設定しておいてました。うん。で、刺さらずに今になっている状態で、まあ、これ前々から言っておりますけれども、このね、短期の移動平均線を割れた時、うん、割れた時に、一応ね、まあ、利幅は少ないですけども、利確していった感じ。で、今のほら、ビットコインの基調がありましたので、ちょっとなんか弱い感じがするなと思ってね、一応利確はしました。で、もし抜けた直後に入られた方であれば、今ちょうど同じぐらいの値位置かな。私もほぼ変わんないんですけどね、ここね。ちょ、もうほんと美益ぐらいですね。うん。は取れたかなという感じですね。ですから、またこの抽選ラインとの攻防が入りますので、こことの決着がどうなるかというのはやっぱ見ておくべきでしょ。で、ビットコインが大きく下げてきたらね、3万500ドルとかをつけてくると、やっぱりこの青いラインぐらいまでね、またずるっと落ちてきます。で、割れて、この下落、あ、ごめんなさい、青いラインじゃない、すいません。この、わかります。下落チャンネルのサポートラインぐらいまでね、まあ、いわゆるこの、加担まで落ちてくる可能性が余裕でありますので、ここはね、ある程度、長期保有目的の現物であれば、あ、まあ、いわゆる差し値を置いておくべき場所でしょうね。反発を狙っていけるのかなと思いますので、まあ、ここはね、資金に余力があって、うん、まあ、これは短期、中期、長期。うん、この跳ね返りを考えるとね、ちょっとこう、お小遣い稼ぎができるかなと、短期トレーダーの方であってもね。あとは、中期、長期、長期トレーダーの方であれば、やっぱりね、下がってきた時の現物の押し目、水平の押し目買いポイントとしてね、押さえておいて申し分ないのかなと思いますので、ここはね、一つ、差し値をちょっと軽めに入れておく。で、落ちてきた時の 0.7 ドルぐらいで入れておく。まあまあ、差し値をね、入れておくっていうのが、まあ、欲しい方であればね、そこはベストな値打ちでしょう。ということで、よろしくお願いいたします。はい、それぐらいでしょうかね。うん。まあ、それぐらいでしょうね。うん。エーダコに関してはね。まあまあ、強いという感じですね。ごめんなさいね。またね、エーダの中で話がね。まあ、この流れの中で言っちゃいましたよ。申し訳ございません。はい。で、次ですね。行きまーす。ライトコインですね。ライトコインでございます。行きまーす。はい。ライトコインなんですけれども、ただいまの価格がですね、ただいまの価格が126ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、日本円で言うと1万4000あたりをね、1万4000あたりを動いているという形でございますね。で、やっぱりね、これね、このね、いいですか？まず、ビットコインが落ちてきたことの、ことをね、想定して言いますと、この、いいです。もし、2万ドル台までビットコインがもう一回入ってきて、2万ドル中盤とか前半つけると、まあ当然ライトコインも落ちてくるんですよ。相関性があるので、それはしょうがないです。で、落ちてきた時に、この97ドル、一番下の赤いライン見てください。この97ドルは、結構硬く作用してくるんじゃないのかなと思います。ですからライトコインね、97ドル。で、これやっぱりね、左を見ますと、わかります？もうずーっと、まあサポートですよね。レジスタンス。で、左側行きますよ。まだ行きます。まだ。わかります？ちょっとここ届いてないんですけど、左行きますね。ここです。うん。もうレジスタンスですね。で、ここまたサポート。あとはちょっと抜けてるんですけど、ほぼサポート気味。ここね、レジスタンス。ここレジスタンスですね。で、レジスタンス。で、まだ戻りましょうか。ちょっとずーっと見ていきますけれども、まあ、こういった形ですね。ですから、まあ何が言いたいかというと、この97ドルのレジスタンス、サポート、ここかなり効いてますから、結構ね、うん、ここは守られていくんじゃないのかなという感じはします。ですから、反発ポイントとしては、かなりいい値打ちなのかなと。ここもね、だからね、言っちゃうと、エーダコインと同じように、うん、この97ドルというのが、短期、中期、長期、まあ、どの、保有目的であってもね、ある程度買いのポイントになってくるかなと思います。短期の方であっても、一旦反発は狙える感じかなと。でもあまり欲張っちゃダメですよ。こういうところはね、まあ、やっぱりこう落ちてきている状態でロング入りますから逆張り状態になりますので、あまり欲張らずに短期であれば97ドルぐらいで差し値をねある程度置いておいて、まあどうでしょうか。ちょっと反発をね狙っていく。ですから1枚あたり10ドルとかね15ドルとかちょっとかなり少ないですけれども、まあある程度枚数多めに仕込めばね、まあいい金額で見ていけるかなと。で、まあ最悪ね割れてしまったらまあちょっと余力を持たして90例えば3、4ドルぐらいを割れると、まあもしくは切り場の90ドルを割れた時に損切りしようかなみたいな感じね。で、行くのがいいのかなと。ですから、ちょっと反発が狙えるラインですよっていうのはね、ちょっと意識しておいてください。この97ドル。うん、OK です。そこはね、まず一つ、うん、ありますね。で、あとは、上昇に関して言うとね、やっぱり97ドルが硬い。で、上昇に関して言うならば、あ、ごめんなさいね。4時間し。上昇に関して言うならばね、うん、このトレンドラインでございますよ。ごめんなさいね。この、やっぱりこの、うん、高値をね、結んだライン。ここを抜けないと、やっぱりもう当然始まりませんので、やっぱりどうでしょうかね。うん、今の値位置で行くならば、まあちょっとこう、時間をね、こうかけて、ずる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 と落ちてくる。まあ、あとはこう、どうでしょうか。平行チャンネル、をね、下落の平行チャンネルをまあこう、描いているような状況でしょうね。こう、安値を切り下げていってる状態ですからね。それもまあ、加味すると、うん、まあこう、ぐーぐーと落ちてきますから、ちょっと入れておきましょうか。ごめんなさいね。ちょっと平行チャンネル入れておきましょう。こういう形ですね。
まあ、こう、ちょっと、ここでちょっと設定しておきましょうか。うん、これを考えると、うん、やっぱりね、ここ抽選で押されているのかなという感じもしますから、やっぱりね、上昇をしていくんであれば、少なくともこの抽選ラインを抜けないとね、抜けないと始まらないですけども、抜けたとしてもいいですね。この148ドルという赤いラインが、やっぱり頭の押さえになるんですよ。ですから、抜けたとしても、ここでもちもちってする可能性がやっぱりありますから、やっぱりね、ある程度、力強いね、上昇、そして利益を取りたいんであれば、やっぱりこのね、下落チャンネルの頭を押さえつけられているラインを抜ける。でも、こう抜けても177ドルがあるので、180ドルを超えてから、180ドル。うん。180ドルをね、明確に実践として抜けてから、ロングインをしていってもいいかなって感じはします。で、235ドルを狙う。短期とか FX であればですよ。このフェーズを狙っていくということです。OK です。ですから、そこはちょっとね、意識しておいてください。今入ると、ちょっと神経質なね、取引になるかなと思いますので、ちょっと危険。で、落ちも想定できますから、そこはね、注意をしておきましょう。97ドルは結構硬いよっていうのはね、押さえておいてください。はい、次いきます。で、次ですね、いきます。IOST ですね、IOST いきます。またね、エーダコインでの厚語りと言いますか、ちょっと今やっぱりね、話題になっていることで、まあまあ、思うことというかね、真相はわかんないんですけれども、うん、ちょっとこうね、考えることもあるなと、同じね、YouTube を配信する側としてですね、ちょっとひどいなと思いますね、やっぱりね。うん、ごめんなさいね、いきなりまた余談話が始まりました。気になる方はエーダコインのところ見てみてください。はい、熱い語りをしております。すいませんね。はい、で、ごめんなさい。あとね、IOST、今、ドルベースでいくと 0.018 ドルぐらい。うん、まあ2円ぐらいをね、推移しているような状況。で、IOST に関しても、ちょっとね、チャートを、うん、平行な下落チャンネルをね、描いていたんですけど、ちょっとウェッジに変更しました。ちょっとこうね、下がりの、こう、わかります?下がりの下落率がちょっと下がってきているので、もじもじが入ってきて、だらーっと下げてきているので、ちょっとウェッジをね、意識されている方が多くなってくるかもなと、多いかなと思いますので、ウェッジ変更ですね。となると、下はね、ちょっとこう、ぐっと上がってきましたので、こう、支えとなる部分がぐっと上がってきておりますので、ある程度この赤いラインが密集しておりますから、結構固めに作用してくるかなとね。で、あとは、まあ、金額が今安いのでね、うん。あと、上。やっぱりこのラインもね、下落、下降ウェッジはやっぱり上に抜けていくっていうのが基本的な、まあ当然流れですから、いいですか?抜けていってからの上昇。ですから、短期とか FX の方であれば、いいです。このラインを抜けても入るのはちょっと待った方がいいかもしれません。やっぱり青いラインとかね、オレンジのラインがやっぱり待ち構えてますし、長期の移動平均線も邪魔。ですよね。邪魔でしょこれ。うん。ですから、このオレンジのラインね、0.036 ドルを抜けてから、FX 並びに短期をね、勝負仕掛けて、ぐんと上を狙っていってもいいかなと。今、ここら辺で入ると、ちょっとね、ギャンブルチックな感じがやっぱしますよね。押されて落ちてくる可能性もやっぱりありますし。うん。ですから逆に言うと、まあ、ここのラインをね、抜けたら、ある程度上が開けて、ちょっと様相が良くなって、この文字文字もね、クリアしますから、様相が良くなっていって、結構ね、大幅上昇。ここぐらい。わかります?日足でのこの長期の移動平均線ぐらいまで。まあ、結構な利幅かなと思いますけど、0.046 ドルぐらいまでは狙っていけるかなと。で、あ、これあと、前も言いましたよね。あともう一個はここですね。青いラインを抜けてからのオレンジ。うん。あ、これ言いましたね。あ、青いライン、まあ、これ黄色、まだここね、抜けても、レジスタンスライン抜けてもちょっとね、まだ厳しいかなと思いますので、青ラインを抜けて、オレンジで利確。で、また力強さが出てきてからの、オレンジを抜けて、赤ラインでの利確。これがまあいいかなと思いますので、そこはね、ちょっとね、IOST、短期勝負をね、かけたい方は、ちょっと見ていきましょうか。そういった形でね、していくのがいいのかなって感じがね、しております。はい、それぐらいでしょうかね。で、ビットコインが今回また下がってきたら、当然今ここね、ちょっと抑えのラインになってますので、今ここからね、やっぱりずるっと落ちてくる可能性もあります。ずるっとね。ですからその場合は、やっぱり、うん、前回そこをつけたあたり、うん、ですから下から3個目ね、0.0125 ドルぐらい、うん、そこら辺である程度差し値を、うん、あ、0.02 ドルぐらい、あ、ごめんなさい、0.0、ごめんなさいね、かなり今回、どうでしょうか、ここ加担が、あ、ごめんなさい、0.014 ドルですね、ここが安値になってますから、まあ、ぐっとね、落ちてきて、まあ、0.014、もしくは 0.012 ドルぐらい。ここら辺である程度設定をしておけばいいのかなと思いますので、そこはね、もしね、IOST 持たれたい方がいればね、ちょっと差し値を置いていいのかなと。で、私がこれ引いておりますラインが、基本的には推奨する分割エントリーの場所になっておりますので、0.0124、で、0.0086、で、0.0025。だから、日本円で言うとどれぐらいでしょうか ?1.5 円。あとは1円ぐらいですよね。で、あとは 0.5 円ぐらい。わかります ?1.5 円、1円。で、0.4 円ぐらいですか?まあ、0.4 円まで下がることあんのかな ?0.5 円とかね。ちょ、それはなかなか現実的に、んーって思いますけれども、まあ、何があるかわかりませんのでね。一応、分割エントリーの場所はそこだよっていうのはね、意識をしておいてください。はーい、サカサカ行きまーす。次はライトコインですね。ライトコイン行ってみたいと、あ、間違えました。リスクですね。リスク行ってみたいと思います。行きまーす。リスクなんですけれども、ただいまの価格がね、1.9 ドル付近を推移しているような状況になっております。1.9 ドル付近ですね。はい。で、やっぱりね、リスクに関しては、いいですか?これも、いいです。まあ、話は端的です。うん。
今ね、現物買いのチャンスの場所にいるよっていうのはね、これデータ上から見て取れます。で、いきますよ。この黒いライン、一番下の黒い右上がりなんですよ。これ平行じゃないです。このラインちょっと見てみてください。戻りますね。これ前も言いましたよね。うん。こういった形でいいですか？サポートラインとして効いてます。うん。2年前ぐらい、そうですね。2年前ぐらいの、1年半ぐらい前からのサポートとしてずーっと効いてるんですよ、これ。ずーっとね。で、そこに今ようやく差し掛かっている状態でございますので、これは、いいですね。ある程度長期目線で見た時の、まあ、押し目買いポイントにいることは当然これね、前も言いましたけれども間違いないと。データ上、まあね、ライン上から見て取れるでしょうということですから、気になる方は今ぐらいである程度ね、まあ、入れていただいても分割エントリーになりますけれども、入れていただいてもいいのかなと。で、ですから今ぐらいでちょっと入れていただく、打診で。で、落ちてきた時、ビットコインがガラってくると、おそらくここまで来ますから、1.3 ドルぐらい。ですから日本円で150円ぐらい。うん。ここでの、うん、ある程度差し値を置いておく。で、そこを割れるとね、やっぱり、ある程度また、うん、2桁円台ぐらいまで行く可能性がありますから、そこのフェーズでまたちょっとね、入れていただくっていうのがいいのかなと思います。ですから今はとにかくここで反発する可能性もね、耐え切って反発する可能性もありますから、このライン上付近でね、そこはねちょっと期待感を持っていきましょうと。うん、リスクに関してもね、開発自体は進んでますし、日本で取引されてる通貨ですのでね、ある程度長い目線で見ていくのがいいのかなっていう感じがねしております。今の価格が210円ぐらいですね、を推移している状況でございます。はい、よろしくお願いいたします。ある程度トレンドラインを見ながらね行きましょうかね。で、次チリーズでございますね。チリーズでございます。はい、いきまーす。チリーズなんですけれども、ただいまの価格が 0.23 ドルぐらいをね推移しているような状況、うん、で、これも見ていただいたら分かるように、いきますよ。また今日も話長いね、おじちゃんとね、ごめんなさいね。いきまーす。はい、サカサカいきますね。このね、サポートラインですよ。ちょっと他の通貨に比べるとね、うん、なんか分かります？あるところに比べると。ちょっと安値を切り上げていってる感じがするので、ちょっとチリーズだけはやっぱりほら、提携の話がすごいでしょ。パートナーシップ、いろいろなあの、チームと、の提携とかね、いうのが結構すごいので、これ時期をやっぱり見計らったらね、見たらね、なんかこう、ビットコインの大相場が始まったあたりぐらい、だから相場感が良くなってくれば、やっぱり上昇していくね、期待の通貨として捉えておいてもいいんじゃないのかなっていう、これはまあ市場の雰囲気と思います。私自身はね、上がっていくんじゃないのかなと。やっぱり、あとこれぐらいやっぱりこれスポーツ関係のチームとの提携が強すぎるでしょ。ですから、ここに期待感をね、持ってね、今後割れていく可能性もありますし、あとは、うん、あのチリーズに関してはやっぱりあのコインチェックとのつながりがね、やっぱり、ありますよね。コインチェックとのパートナーシップも結んでいる、ソシオス .com でしたかね。ちょっとごめんなさい、間違えたらすいません。ですからコインチェックとのつながりも少なからずあるので、ここはね、まあワンチャン、まあ上場するという噂もやっぱり当然ありますから、まあサンドと同じようにね、ここに対する期待感もちょっと持っていってもいいのかなという感じをねいたします。でもそれだけじゃなくてね、さっきも言ったようにきちんとね、裏ではちゃんとプロジェクト的なものも動いてますので、まあ安心はね、ある程度できる通貨なのかなという感じはねいたしますよ。やっぱりアルトコインの中でもね、でそういったものをあの加味すると、うん、やっぱりそのパートナーシップが効いているのか、結構持ちこたえている印象はね、やっぱ強いということでございますね。で、あとはどうでしょうか、このね、安値、わかります？この右上がりのこのライン上で今もじもじしているので、ちょっとなんとか戻ってきてほしい。で、あとはどうですかね？うん。まあ、安値がね、まあ、ある程度切り上げていて、うん、ここ、高値もちょっと切り上げている状態ですので、若干上昇チャネル内をね、こういった形で動いていく。これを意識している勢も多いでしょうということです。OK です。ですから、またここの間でね、結構ほら、上昇チャネルなんですけど、かなり緩やかなので、まあ、いわゆるある程度レンジ的なものとしてね、意識されることもあるでしょう。わかります？ですから、上は、ここ、0.35 ドル付近。で、下に関して言うと、と 0.17 ドル付近、ここの間でのレンジをまたこう作っていく可能性もねありますので、今ちょっとねこうねうよよしているレンジの下端ら辺にいる可能性、下端ら辺にね存在している状態になっておりますので、ちょっとこれね黄色いラインを抜けていったら、まあ、短期でちょっとこう上をね狙っていってもいいのかなと思います。上をちょっとこの移動平均線もね結構ね、ある程度こう仕方しながら一気にブレイクバーンってしていく可能性もありますから、ですからちょっとこう 0.24 から 0.3 ドルぐらい、このかなりの小幅は狙えるでしょうけど、でもそこを現実的に狙うんだったら他の通貨でやりますよね。うん、だったんならやっぱりね、ある程度この上態上この 0.34 ドルぐらいを、まあ、もう一回明確に上抜けをしてから、ロングインをしていくのがいいのかなという感じがねいたします。そして、まあこのわかります、まあまあ上をね上わかります、あのごめんなさいね、この高値を結んだラインをやっぱり上抜けすると、それぐらいねある程度プラス要因ですから、特にレンジとかになってくるとね、グッと上がってくる可能性があります。その際はやっぱりちょっとある程度時間をかけてね、このレジスタンスラインぐらいまで上がってくる可能性がありますので、そこら辺ぐらいまで見ていってもいいかなと。まあその途中でね、この長期の移動平均線で押される可能性があります。まあ当然押されると思いますから、ここで半利確ぐらいをしていただいて、この上限値を狙っていく、これがまあ理想の形でしょうね。ですからもうちょっとねチリーズに関してもまあ待っておくのがいいかなと。で、あとは現物買いに関してはね、うん、まあ今のこの流れを
見ると、やっぱり落ちてきた時の分割でね、玉を集めていくっていうのがチリーズ。まあ、後々、ガーンと上がってきそうなね、雰囲気もしますので、そこを見越してちょっとずつね、入れていく。まあ、例えば毎月どうでしょうか、3000円分ぐらい、ちょっとずつ買っていくとかね、そういった形で集めていってもいいんじゃないのかなって感じをね、いたします。やっぱりバック、裏が強いですね。裏が強いでございます。はい。で、次行きます。QNT でございますね。QNT でございます。行きます。どこにいるかなと。もうね、わかりますよね、皆さんね。この強さ。こやつの強さ。はい。で、なんでこれを見たのか。始まります。また、久々の。この1のラインね。もう言ってましたね。もうビタです。ビタ。ほぼビタ。ほぼビタ。はい。ほぼビタ。めっちゃ言いにくいです。ほぼビタです。はい。ほぼビタ。ね。ごめんなさいね。ちょっとハマってほぼビタ。ね。デカビタじゃねえんだろ、もう。みたいな。ごめん。滑りました、今ね。はい。で、行きますよ。やっぱりね、これね、1、このフェーズを考えていた方がやっぱり多いのかなと思いますね。今、1のラインで、ほぼビタ止まり。うん。ですから、言ってましたよね、おそらくね。97ドルから100ドルぐらい。ですから、まあ、高値99ドルでつけてますから、まあ、ね、この短期間のフェーズで入られた方で、ちょっと半利確ぐらいしようかなと思った方であれば、まあ、いいところでね、利確できたんじゃないかな。一旦は。うん。半利確、もしくは3分の1利確ぐらいね。できたんじゃないのかなと思いますので、ここは、ああ、よかったとガチで思っております。ああ、よかった、上がっていってよかったなと。で、あとは、ごめんなさいね、これめっちゃ話早いです。うん。それが言いたかっただけですから、すいませんね。出た、こいつ出たよってね、それが言いたかっただけです。はい。で、あと、クワントに関して、QNT に関してはね、ね、期待の新通貨、再生リストの方に入ってます。期待の新通貨の方に入れてますので、これはまあ言っておきましょう。ね、他にも何通貨かありますから、ね、見てらっしゃらない方はぜひともね、参照なさってみてください。で、あとはデータ的に言うと、MACD 線も右上がりで申し分ない。で、いいですか ?RSI も、まあ今ね、64ぐらいつけてますので、買い方が結構コントロールして強いのかなという感じがしております。やっぱりね。で、あとはどうでしょうか?うん。やっぱり4時間足レベルでの、この短期の移動平均線がサポートとなって効いているのはもう明らかでしょ。明らかですから、逆にこのラインを明確に下で抜けたら、下に抜けたらね、きちんとやっぱり損切りをしていくべきかなと。やっぱり短期の方であればね、短期の方であれば。OK です。もしくはむしろ、まだ今からの上昇を期待してね、むしろとか、ここら辺で抜けた後ぐらいで入られた方は、いいですか、レジスタンスラインを、高値を結んだラインを抜けた直後ぐらいに多分言っていたと思うんですよ。抜けた後ぐらいに入られた方はこの短期の移動平均線を下に割れたら、まあ、逃げていただく。ちょっと利益幅は小さくなりますけど、利確をしていくっていうのがいいのかなと。で、あともし新規でね入ろうかなと思ってらっしゃる方は、もしですよはやっぱりここが強いので、このラインですから、ドルベースでいくと80ドル前半ぐらいちょっとつけてからね、もう一回この反発を狙って、さらなる上昇を狙ってね、ちょっと押し目買いとして考えていってもいいのかなという感じがします。83ドルぐらいですね、ここら辺での押し目買いのポイントになってますから、もしねちょっと短期でお小遣いを稼ぎたいなという通貨を探しているんであれば、ちょっとチャンスよと。でも割れたら即逃げですよ。割れたら即逃げ、ちょっと損益許容していいんだったら80ドルぐらい、切り板の80ドルぐらい割れたら損切りをねしていくという形がいいかなと思いますので、そこはね QNT に関しては見ていきましょうということで、よろしくお願いします。強いですね QNT ね。どういった通貨か知りたい方であれば、先ほど言いました再生リストの中にね、新通貨の期待の通貨で入ってますから、期待の通貨で2つ入れてます。ボリューム1ボリューム2、今2つしか作ってません。はい。ですからそこをね見てみてください。はい。そしてね、チャート分析は次で最後になります。ソルでございます。いきます。はい、こちらですね。ソルなんですけれども、ただいまの価格がね、28.8ドル付近を推移しているような状況になっております。で、まあこれなんで扱ったのかって言いますと、重要ニュースの方でね、ソルに関してまた話が上がってきておりましたので、ちょっと今ね、まあチャート的に行くならばいいですか?うん。こういった形で三層をね、作る可能性が今まあこれあるよと。ですから、このライン、黄色いラインの20ドルをやっぱり下割れしてしまう、下に割れてしまうと、ちょっと10ドル前半ぐらいまで行く可能性が、15ドルぐらいで一旦押されるかなって言ってましたかね。そうですね。ここら辺付近で一旦押さえは入るでしょう。16.5ドル。いいですか ?16.5ドルぐらいで一旦止まると思いますので、いいです?3ゾーンが作られたら、3ゾーン形成したら、15ドルぐらいまでの落ち。16ドルから15ドル。で、そこを割れると、11.25 ドル。まあ、ここ入れておきましょうかね。ちょっと入れておいた方がいいですよね。わかんなくなりますからね。はい、こういった形。うん。で、ごめんなさいね。ここら辺付近ですね。はい、ヒーマンできますよ。ここ。あ、ごめんなさいね。かなり細かいんですけど。ごめんなさいね。ちょっと、動きまくっております。ここら辺付近です。はい。なんでここか。まあ、ここ見ていただいたらわかります?うん。ある程度ね、レジスタンスからのサポート、ほぼサポートで効いてますから、11.7 ドル、5ドルぐらいね。ここでの、まあ、分割エントリーがいいのかなという感じがしております。でも、ソルに関しても、やっぱりね、まあ、ディファイ関係なんですけども、ちょっとディファイがね、淘汰されてくるとちょっとまずいんですけど、今の流れ的にはそれはまだないのかなという感じがしております。今の流れ的に言うとね。で、やっぱりこう、
ディファイ銘柄、ディファイ関係の機体の通貨として、抑えられてますし、今ね、資金調達がかなりうまくいっていると。で、これもね、どういった通貨かわからない方は、うん、再生リストの中に新通貨のご紹介で入ってますから、ソルね、いいですか？ちょっとちっちゃく書いてますけども、十何個か動画上がってます。その中に入ってますから、見ていただければソルがどういったものかわかります、うん。ですから見てみてくださいよ。うん、結構面白いですよ。うん、ですから、ごめんなさいね、三存形成をしていくと、やっぱり 16.8 ドル、16ドルぐらいね。で、その下の11ドルぐらいを目指していくでしょうと。OK です。で、上昇に関しては、やっぱりね、いいですか？これ何遍も言ってますけど、やっぱりね、強い上昇は40ドルですよ。うん。まあまあ、まあ、もっと言うなら、このね、50ドル抜けていただかないといけないんですけど、やっぱり強い上昇を考えるんであれば、40ドルを抜けてからの50ドルを目指すフェーズ。ここはちょっと取れていけるのかなと思いますので、ちょっと、天井つけてるんですけど、ここまで上がってくればね、もう、三存はまあ否定されるでしょうから、うん。やっぱり40ドルを超えてからの50ドル。結構力強さが出てくると思いますよ。こんな形で。わかります？こんな感じです。うん。ですから、そういった形で見ていきましょう。40ドル超えからの50ドルね。ここでの短期、もしくは FX でね、入っていくのがベストでしょうということでお願いいたします。はい、それではね、本日のチャート分析は以上となります。ごめんなさいね、途中でまた語りが入ってしまいました。エイダコインでね。そして、本日の重要ニュース、行ってみたいと思います。パパフ、パパフ、行きまーす。お二つ、じゃなかった、三つあります。こちら。あ、ごめんなさい。あ、こちらでしたね。すいませんね。いきまーす。まずお一つ目、こちら。はい。リップル関係。いきまーす。リップル社が、いいですか？南アジア大手民間銀行とパートナーシップ締結と、何ーとね、何ーと、リップルネット拡大、わかります？皆さん。何が言いたいか。今ね、リップル社がやっぱり SEC との問題があるんですけれども、うん、あるんですけれども、やっぱりね、こういった形でリップル自体はリップルネットがまあ拡大していってるだけなんですけれども、やっぱりリップルの話がね、出てきて、やっぱりパートナーシップをね、どん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 銀行と結んでいっている、これもうね、もうなんていうんですか、リップルのこうね、網がブワーっと世界にね、張られていってるようなイメージがね、してなりません、私はね。そういった意味でも、やっぱりね、期待している人たちはね、というかね、使おうと思っているところは多いのかなと思いますよ、やっぱりね。で、いきますよ。バングラディッシュに拠点を大手民間銀行ね、BRAC バンクでいいんですかが、新たにリップル社とパートナーシップを締結したことを明らかにしたと。で、先日にはそうなんですよね、オーストラリアでもありましたもん。これ結局あれですよ、バングラデシュも出稼ぎをしている方々が多いんですかね、出稼ぎに出ている方々がね。あとはほら、オーストラリアもこのフィリピンとのなんかこうやってましたもんね、フィリピンとの送金関係でこのリップル社と提携を結んだ、パートナーシップを結んだ、オーストラリアとフィリピン間での送金。あとほら、タイとか、ああいったところも、台湾とか、そうですか、ちょっとごめんなさい、うる覚えですけれども、そういったところでね、やっぱりね、こう出稼ぎに行ってる方たちが多い国が、やっぱり安くでね、自分の国にですよ、うん、やっぱり現金をね、こう送金できる、ということで、まあ、暗号通貨をね、送金できるということで、この網が敷かれていっているのかなと。ですから、出稼ぎの方が多いところの国では、結構ね、このリップル社、こう手広く広げていってますよね、という印象があります。うん。で、あとは、ごめんなさいね、先日にはオーストラリア送金企業とのね、リップルネットへの参加も、まあ、明らかになるなど、世界各国で、まあ、需要は高まっているんですよ。いいですか？で、いきますよ。バングラデシュに拠点を置くね、銀行、このね、大手民間銀行が、パートナーシップを結んだと。で、これに伴い、リップルネット拡大がより一層加速する可能性があるということですね。で、いいですか？ BRAC バンクとは、バングラデシュの首都、ダッカにね、拠点を置く民間の商業銀行で、主に中小企業を顧客としていると。んで、180以上の支店や、50以上の代理店、約450もの ATM を設置するなど、国内屈指の大手。で、同行は、今回のリップル社とのパートナーシップについて、デジタルトランスフォーメーションの一環と表現。次のように、コメント。いきますよ。で、BRAC バンクは、ごめんなさい、これ合ってるんですか？読み方がね。すみません、間違ってたらごめんなさいね。は、世界中のどこからでも口座を開設し、家族のために、やっぱりそうですよね。家族のために収入を送金するなど、国境を越えて取引を行う機能をね、提供することができるようになります。だから、出稼ぎに出ている方々がね、お国のご家族に、やっぱすごいですよね。海外の方って本当にすごいと思いますよ。だって、家族を養うために、海外に出るんですからね。これすごくないですか？わかります？言ってるね。それぐらいやっぱり家族を大事にしているというか、なんかそういうね、なんかいいですよね、本当にね。で、そういったところがね、やっぱりほら、問題なんですよ、やっぱり。うん。自分の国に、ね、お金をだって送金したいのに、手数料はかかる、時間はかかる、ね。それが、このリップルを使うことで、もう瞬時にでございますよ。こんなにね、世のためになるものがあるのかと、本当思うんですけど、わかりますよね。これが仮想通貨業界。これが暗号通貨業界なんだなってね。今後の世の中をやっぱり変えていくものなんだなってね。ほんとこのリップル一つだけで取っても、本当に思います。私はね。うん。ごめんなさいね。また入りかけました。すいません。で、ごめんなさい。で、ユーザーは、いいですか？ユーザーは BRAC バンクのモバイルバンキングアプリを利用して、自身の口座を、自己の口座をね、操作することも可能となりますと。で、引き続き送金エコシステムの強化に取り組み、新たなパートナーシップ締結
決により快適かつ便利な方法での送受金を可能とすると確信していますということですね。で、あとは下読んでいきましょうか。一応ね、もうすぐ終わりますからね。昨今の BRAC バンクはリップル社以外にも多数の取引会社等との提携を進めていると。で、具体的にはね、こうマレーシアであるとかイギリスの銀行、オマーンの銀行でしょうか、取引会社でしょうか、などの各国の大手企業らとの提携も完了したことも報告と。で、そんな中リップル社とのパートナーシップ体制を整えたことで、今後のリップル社およびリップルネットはね、ますます各国各地域の企業等から注目を集める可能性があるということですね。で、先日には、リップルパートナーのベトナム送金大手フィンファンが、これです、言ってますね、オーストラリアやフィリピンで B2B 送金サービス関連事業を手掛ける DA5 と提携を結んだことを発表と。で、これによりリップルネットのね、急速な拡大に改めて期待感が高まっているということですね。はい。ですから、こういった形でね、リップルネットね、これがどんどん今ね、新色、まあ、言い方あれですね、どんどん広がっていっているということで、やっぱりね、私どもはいい金融のいい送金、こういったね、送金関係であるとか金融のね、いい流れの中にいるんじゃないのかなっていう感じがねしております。はい、やっぱりね、出稼ぎに行かれている方にとってはね、ものすごく使えるものだと思いますよ。本当にね、今までの送金に関する概念がね、ガラッと変わるとね、即遅れるという感じでございます。はい、で、いきます。世界初の次ですね、世界初のソラナ ETP、 スイスで上場へと、何とね、いきます。ソラナ、ソルですね、ソラナの上場取引型金融商品ですね、いきます。ここですね、世界初の暗号資産ソラナの上場取引型金融商品は、いいですか、ソルですよ。金融商品は、スイスの証券取引所、シックススイスエクスチェンジに上場する予定だと、コインデスクなどが報じたということですね。で、ETP ですね、ETP。まあ、これはね、知ってる方もいらっしゃるでしょうけど、当然ね。知らない方は、まあ、こういった形です。ETP。上場取引型金融商品は、いいですか、一応読みますよ。上場投資信託 ETF ですね。で、上場投資証券。で、コモディティ上場投資信託、など、いいですか、取引所に上場し、特定の指標の値動きに連動する運用成果を目指す金融商品の総称ということでございますね。で、まあ、上から下に流していきましょう。で、スイスの大手、投資商品プロバイダー、21シェアーズが、いいですか、提供するソラナ ETP はティッカーシンボルA ソルとして6月29日にね、上場する予定となっていると。で、アメリカのコインベースカスドティは、いいですか、A ソルのね、裏付け資産のカスドティアンになるということですね。で、またドイツの証券取引プラットフォームでも取り扱われるということでございます。はい、でいきますよ。21シェアーズの、いいですか、ハニーラッシュワン CEO はソラナ ETP のローンチについて、多くのクライアントはソラナの商品を求めているのだと、で、だってソルですよ、ソラナの商品を求めていると。で、今後数ヶ月以内にさらに2つの ETP をローンチする予定だというふうにコメントをしましたと。で、21シェアーズはこれまで複数銘柄の ETP をね、ローンチしてきたと。で、今年の2月にはドットですよね。で、あとはステラ、これニュースで取り上げましたよね、ステラ。そしてエーダの ETP を6、いいですか、6スイスエクスチェンジにね、上場させた経緯があり、ビットコインやイーサリアムも含め計14種類の仮想通貨 ETP を提供していると、いうことですね。ですから、新しくソラナ、ソルが加わったということですね。で、あとはどうでしょうか、直近の動き、これは直接見ておきましょうか。直近ソラナに関連する動き、で、ソラナ財団がエコシステムを韓国にも拡大するため20億円超のね、投資ファンドをローンチと。で、次、ソラナの開発を行うソラナラボ、ラボですね、がプライベートトークンセールで、これ話題になりましたもんね、300億円ぐらいですよ、 3.1 億ドルの資金を調達と。ね、で、あとはグレースケールがソラナを含む13銘柄の新規投資信託をね、検討と。で、あとは、スイスのデジタル資産管理会社がね、ソラナのブロックチェーンを利用し株式トークンを発行。これぐらい動きが強い。ですから、それに関しても、今後ね、期待できるんじゃないのかなと思いますので、やっぱり長期的なね、仕込みの通貨として捉えておいていいんじゃないのかなっていう感じがね、いたします。ソルですよ。購入されてらっしゃらない方は、今やっぱり、最高値からの落ち目になっておりますので、ある程度ね、ご自身である程度こう、資金の兼ね合いを見ながら、ちょっと入れてみようかな、ポートフォリオに組み込んでいこうかなっていうのはね、ありかもしれません。ポートフォリオへの組み込みですね、よろしくお願いいたします。はい、そしてね、本日の最後の重要ニュースいってみたいと思います。いきます、こちらでございます。はい、ちょっとね、嫌なニュースなんですけれども、やっぱりね、ニュース上がってきているニュース、これをやっぱりお伝えするのが私の仕事でしょうからね、 YouTube としての使命でしょうから、いきますよ。まあ、すぐ終わります。はい。上から下に流していきますね。まあ、英語ですので、なかなか、私がある程度こう、まとめたものをね、いきますよ。放物線のビットコインのインジケーターが、いいですか？危険な崩壊を2万ドル未満に指摘していると。まあ、どういうことかと言いますと、いいですか？ 2 万ドル以下まで落ちてくる可能性がありますよってことを言ってます。総合的に言うと。で、いきます。放物線上の、いいですか？上昇傾向で、まあ、図が出てきますからね。放物線上の上昇傾向で、ほぼ1年を過ごした後、まあ、ビットコインがですね、まあ、仮想通貨全体が、ほぼ1年を過ごした後、
ビットコインの価格は下落傾向にありますと。まあこれはわかりますよね。で、過去の事例によれば、時価総額による上位の暗号通貨の壊滅的な低下を常にもたらしているというシグナルを今与えておりますと。ですから、過去の事例をね、参考にすると、とにかく今もう、崩れかけている。ですから、下落、壊滅的な低下をね、するんじゃないかというシグナルが出ていますよ、というのをね、ここは言っております。OK ですね。で、結果として、生じる売りが、そのようなシグナルに続いて、これまでで最も弱いものになったとしても。まあ、つまり、まあ、結果としてね、こう、まあ、売りが出てくるじゃないですか。で、まあ、これ、今まででね、最も弱いものになったとしても、それでもビットコインが1枚あたり2万ドル未満にね、急落するリスクが、ある可能性がありますということですね。まあ、これ、まあ、ちょっとなかなか難しいですよね。英語的に難しいです。日本語に要約がね、だから、生じる売りがそのようなシグナルについて、これまで、最も弱い。ですから、こういうことですよね。ですから、売りが弱かったとしても、売りがそこまで入らなかったとしてもということです。わかります言ってる意味、ですから売りがねそんなに入らなくても2万ドルにね、落ちる可能性がありますよということを言ってます。そういうことです。ですからどの道落ちますよということを言ってるんです。でいきますよ。まあ上から下に流していきますね。はい、ここら辺ですね。まあこの図を参照にして言っているということです。 OK です。でいきます。2020年はいいですか。まあ上に戻りますよまあ、要約をしながら、2020年はビットコインとその他の暗号資産にとって完璧な嵐でしたと。2020年はね、嵐でした。でインフレや供給ショック、あとはそしてね混乱状態にある国々の話により、投資家は希少で革新的な新興資産にね集まりました。ですから今の仮想通貨に集まってきたとね。で機関やヘッジファンド、さらに企業でさえビットコインに注目をし始め、イーサリアムやディファイ、そして NFT や、まあ、書いてますね、同時コインによってより大きな暗号市場がねブームになり始めましたと。OK です。まあ、同時コインが結構ね、牽引していきましたよね。ちょっと過熱感をね。で、これまで以上に多くの有名人が、このスペースに引き寄せられ、この暗号資産市場にね、引き寄せられ、ビットコインは現在、世界中の裕福な人々のポートフォリオにね、含まれていますと。はいはいはい。OK ですね。で、いきますよ。上から下に流していきます。はい。で、いきます。この図ですよ。こう、放物線上。で、2018年初めに、まあ、またちょっと戻りますから。2018年初めに、ビットコインの価格が、放物線上の進歩をね、破った時、トレーダーのね、ピーター・ブラントさんは、80% の修正を予想しましたと。ですから、調整でしょうね。予想し、1年後、時価総額による主要な暗号通貨は、84% の完全なリトレースメントのため、いいですか?弱気相場の底に急落をしましたということですね。しました。ということです。OK です。ですから、2018年のね、時に、いわゆる 80% の修正、そこからね、84% ですか、の修正をしましたというふうに言っております。OK です。それぐらい戻ってきたということですね。で、そこをついていったと。で、資産が放物線になったことをトレーダーにね、伝えるのに役立つツールと、そのツールを介して、ストップロスを配置する場所は、再び放物線が壊れたため、ビットコインがさらにね、大幅に低下することを示している可能性がありますということです。ですから、まあ、とにかく何秒も、総じて言うと、まだ落ちますということです。OK です。で、いきますよ。ここから、パラボリック SAR と呼ばれているテクニカル分析ツールは、ここですね。ここですよ。テクニカル、ここですよ。パラボリック SAR と呼ばれているテクニカル分析ツールは、トレンドが停止して、逆転したことを示しておりますと。停止して逆転したことを示しております。おそらくここでしょうね。この一番右の矢印だと思います。停止して、下にだから落ちてきているってことを示しております。ですから、放物線が崩れているということでしょうかね。放物線トップで、今もつけて、下に落ちてきているってことを言っているんでしょうね。で、いきますよ。最近の売却は、まあ、最近の売りですよね。最近の売却は、パラボリック SAR に影響を与え、過去にそれが発生するたびに、この停止して逆転がね、発生するたびに、ビットコインは、対ドルで、72% 以上下落しましたと。72% 以上下落しました。で、最高下落は、いいですか?最高下落は、驚異的な 86% に達しておりますと。これ過去ですよ。で、これは、ブラントさんの予想とね、そう離れてはおりませんと。86% まで落ちてきていた過去がありますよと。で、いきますよ。いきますよ。で、これを要因として、ここから、これを要因として、下落パーセンテージが、いいですか?これまでで最も低くなったとしても。ですから、どうでしょうか ?72%、まあ、下落率がね、最も低かったとしても、いいですか?過去の事例を参照にしてね、2万ドル以下に下がるリスクがありますということです。
OK です。で、放物線が壊れた時に発生することが分かっている 84% でさえ、上位の暗号資産を1万ドルに戻す可能性があります。つまり、ビットコインを1万ドル付近に戻す可能性がありますということです。ですから、この今ね、放物線状になってますでしょ？ぐん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 上がってて。この形が、とにかく今作られているから、今ぐーっとね、またお椀型になっていて、1万ドル、ないしは2万ドルぐらいまでなっていってから、またぐっと上がっていくという、こういう形でございます。ちょっと放物線ですから。OK です。ですから、いいですか？今の値打ち、もうね、3万ドルちょっとでしょ？まだ2万ドル、1万ドルっていうのがね、実際問題、あり得ますよっていうのをね、この放物線上のチャートから見ていけますよということでございます。OK ですね。ここをとにかく頭に入れておいてください。押さえね、しておいてくださいということですね。で、あとは、ワイコフ理論でした。あっちはね、史上最高値を狙っていく、上昇していくよっていうふうに言ってたんですよね。ですから、両極端。本当に両極端ですので、ちょっと市場の流れがまだはっきりね、定まっていないので、ちょっとね、危険な、かなり厚めのね、取引とかはちょっとお控えなさった方がいいのかなという感じがね、いたします。まだ下がってくる可能性が全然ありますから、もしここの放物線ね、が正しいんであれば、まだ下がってくる可能性がありますので、やっぱり、下落してきた時のね、資金プールっていうのは、きちんとしておきましょう。資金プールですよ。下落してきた時の、最悪落ちてきた時の資金プールはね、やっぱりしておくべきでしょうということで、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日第1部の配信をここで以上とさせていただきます。そして、いいですか？チャンネル登録者の方が、チャンネル登録者の方が、なんとですよ、8000、ちょっと声が反響してますか？ 8256名でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆様のね、高評価であるとか、あとはバッドボタンでも構いません。はい、あとはね、やっぱコメントとまたちょこちょこ返しております。はい、もうここもね、要因となって、やっぱり YouTube のね、おすすめに上がってきているんでしょうか。はい、もし初めて聞かれた方がいらっしゃればね、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではね、ごめんなさい、また話が長ったらしくなるとあれですので、本日の第1部の配信をここで以上とさせていただきます。本日の第2部の配信はですね、ちょっと時間がまたこれ遅くなるかもしれません。もしかしたら初のお休みになるかもしれないので、もしね、休みになった場合は、明日の1、まあ、ツイッターの方に流させていただきます。もし休みになるかもしれないので、そこはね、基本的にはちょっと頑張らさせていただこうかなと思いますので、ちょっとよろしくお願いいたします。はい、配信するんであれば、また11時頃にね、10時、11時頃に配信していこうと思いますので、ぜひともね、楽しみにお待ちください。それでは、土曜日のね、お昼間、楽しく皆様お過ごしください。